将棋の藤井聡太竜王、名人、王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖21は、アベマ地域対抗戦インスパイアドバイハブ吉春において、自らが所属するチーム中部の地域会に参加しました。名古屋市役所本庁舎で市長の河村隆を表敬訪問した際、藤井聡太竜王は AI の候補手と自身の感覚の差について尋ねられ、興味深いエピソードが明らかになりました。最善と言っても、嘘でしょ、みたいな手もある、という杉本正隆八段の意見に対し、藤井聡太竜王は、ありません、と即座に答え、周囲を驚かせました。アベマ地域対抗戦インスパイアドバイハブ吉春は、日本全国を8つのブロックに分けた団体戦で行われ、藤井聡太竜王、名人はチーム中部にエントリーし、杉本八段の指導のもとに出場登録棋士として選ばれました。大会 PR と地元からの応援を受けるために、藤井聡太竜王と杉本八段は市長の河村に会いに行き、羽織袴姿の市長から歓待されました。河村市長は普段から将棋観戦を楽しんでおり、コンピューターによる予想パーセントが出るようになって、観戦がまた面白くなったわね、と AI 技術の進歩に興奮しています。藤井聡太竜王も将棋 AI の重要性について共感し、はい、あれ、将棋 AI がないと、今の局面がどうなっているかわからないという方が多かったと思います、と述べました。河村市長はさらに、最善手のままずっと行けば勝つということなんだよね、と杉本八段に質問しました。杉本八段は、でも、人間的にはありえない手もあって、最善と言っても、嘘でしょ、みたいな手もある、と答え、その後、藤井聡太竜王にも同様の質問を投げかけました。しかし、藤井聡太竜王は、いや、それはありません、と堂々とした返答をし、その無邪気な態度に周囲は驚きました。藤井聡太竜王が所属するチーム中部は、杉本八段の指導のもと、愛知県一宮市生まれの豊島将之九段、33、静岡県出身の八代弥七段、29、富山県富山市出身の服部慎一郎六段、24、といった将棋界のトップクラスの棋士たちが集結しています。彼らは、アベマ地域対抗戦インスパイアドバイハブ吉春において、2月3日に放送された初戦で畠山珍八段、54、率いるチーム関西 B と対戦しました。試合前、市長から将棋研究における AI の活用方法について尋ねられた藤井聡太竜王は、振り返りの時に AI を使うことが多い、と述べ、自分が対局中に考えていたこととソフトの評価値を比べて、という感じで使っています、と語りました。また、思いもよらなかった手がソフトに提示されることはある、との問いには、時にはある、と答え、自分が気づいていない感覚に触れることもあるので、それはすごく勉強になります、とコメントしました。初戦では、藤井聡太竜王率いるチーム中部が畠山珍八段率いるチーム関西 B と激突。どのような戦いが繰り広げられるか、その活躍に大きな期待が寄せられました。大会は団体戦であり、対局は持ち時間5分、一手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われます。先発棋士と控え棋士による戦いで、勝者は次局にも出場します。大会は予選リーグを勝ち抜いた4チームが進出し、本戦は通常のトーナメント形式で進行します。